皆さん、こんにちは。ヤマハの牧野です。YCNE ベーシック講座第5回です。第5回のテーマは、ポートとイーサネット関連技術です。では、早速始めさせていただきます。本動画では、ケーブルの種類、半二重通信、全二重通信、MDI、MDIX、MTU、MRU、フラグメント、 コリジョンドメイン、ブロードキャストドメインについて解説いたします。また、講義の最後には、習得度合い確認のために、問題をご用意しています。では、ケーブルの種類から解説いたします。通信における速度は、ケーブルごとの規格で決まっています。まずは、皆さんがよく使うツイストケア、ツイストペアケーブル、 で使える規格と速度にについいてて見ていきましょう表にはテンベース T から0 G ベース T までをまとめました。カテゴリーはツイストペアケーブルの種類のことです。テンベース T では速度が 10Mbps の規格です。ケーブルはカテゴリーが3以上のものが使えます。同様に 100MbpsTX では速度が 100Mbps。 ケーブルはカテゴリー5以上のものを使うことができます。それぞれの規格では定義されているカテゴリーのもの以外のケーブルを使うと通信できない原因になります。ネットワーク構成には必要な知識になりますので、ぜひ覚えておいてください。次に光ファイバーケーブルの規格と速度について説明します。規格と速度について、 主に拠点ネットワーク環境で使われる 100Mbps から電ギが Bps のものを記載しました。光ファイバーケーブルの種類にはマルチモードファイバーケーブルとシングルモードファイバーケーブルがあります。マルチモードファイバーは建物内など短距離の接続に使用します。シングルモードファイバーは長距離で使用します。またマルチモードファイバーよりも 効果です使用するネットワークで求められる速度に対応した光ファイバーケーブルやモジュールを選択しするようにしましょう次に半二重通信と全二重通信について説明します半二重通信は接続している装置間で相手がデータを送信している間は自身は受信しかできない相手装置が 送信が終わった後に自分が送信することができる通信モードのことです。全二重通信は半二重通信とは異なり、双方同時に通信ができます。現在ではほとんどがこの全二重通信を使用しています。接続する装置間では通信モードが異なっていると通信できません。 半二重通信の機器に接続する装置は、半二重に通信モードを設定する必要があります。とはいえ、接続する装置ごとに通信速度や通信モードを設定することは、装置の台数が多くなってくると手間がかかります。そこで、オートネゴシエーションという仕組みを使うことで、接続する機器の通信速度や通信モードを自動で切り替えることができます。 2台の機器を接続するときは、オートネゴシエーション同士,が同士か、手動設定同士の機器をつなぎましょう。オートネゴシエーションの装置と手動設定の装置を接続すると、半二重通信モードになったりすることがあり、通信できない原因にもなりますので、接続する機器の設定は事前に確認するようにしましょう。続いて、 MDI と MDIX について説明します。通信機器のポートには、コネクター内部の端子の送受信の役割の違いによって、MDI 型と MDIX 型があります。パソコンやサーバーなどの端末側が MDI、LAN スイッチなどの修正装置側が MDIX の場合が多いです。MDI と MDIX では、 送信用のピンと受信用のピンの配置が異なります。このため、MDI と MDIX をつなぐ場合には、ストレートケーブル、MDI 同士、MDIX 同士をつなぐ場合には、内部で結線が交差しているクロスケーブルでつなぐ必要があります。このようにコネクター内部の端子の違いを意識して対応しているケーブルを用意してつなぐ必要がありますが、端末が オート m d i MDIX に対応している場合は、相手の通信のポートの状態を自動判別して適切な方法で接続します。オート m d i MDIX に対応していれば、MDIX 型同士であるランスイッチ間をストレートケーブルで接続しても通信が可能です。なお、オート m d i MDIX は、オートネゴシエーションが無効になっていると利用できません。 その点は注意してください。次に MTU、MRU について説明します。MTU は1回の送信で送ることができる最大のデータサイズのことです。MRU は1回の受信で受け取ることができる最大のデータサイズのことです。MRU を超えるデータは一度に受信できないため、 MTU は接続する相手の MRU を超えないように設定する必要があります。次に図の構成でフラグメントについて説明します。ルーターなどを介して通信する場合、パソコンにつながっているポートの MTU とサーバーにつながっているポートの MTU が異なることがあります。今回の例では、パソコンとつながっているポートの MTU を1500バイト、 サーバーとつながっているポートの MTU を1000バイトの場合で説明します。パソコンからサーバーへ通信する場合、パソコンから1500バイトのデータがルーターに送ら,れ送られた場合、ルーターからサーバーへは MTU が異なるため、このままではパケットを転送できません。そこで MTU に合わせたサイズ、パケットを分割する必要があります。 パケットを分割することをフラグメントと呼びます。フラグメントされるとデータが分割されてサーバーに届きます。分割されたパケットは IP ヘッダーにあるフラグメントオフセットに各パケットごとにデータの位置を指定します。このフラグメントオフセットをもとにサーバーではデータを元の状態に組み立てます。なお、途中のルーターでは組み立ては行いません。 また途中でパケットを分割できるかどうかはフラグメントの可否を否定する DF というフラグで指定します DF のフラグが立っていればルーターでフラグメントできずパケットは破棄されますその場合ルーターからパソコンに利用可能な MTU を伝えパソコンでは利用可能なパケットサイズにして再送を行います 次に、コリジョンについて説明します。コリジョンは、半二重通信において接続された機器が双方同時にフレームを送信して通信がぶつかってしまう現象のことを言います。コリジョンが発生しないように通信を監視し、回線に空きがあれば通信を開始、衝突が発生したら一定時間を 一定時間後に再送するというコリジョンを回避する方式が CSMACD という通信方式です。CSMACD 方式では、まずケーブル上に電気信号が流れていないかを確認する。次にフレームを送信し、送信、衝突したら一定時間後に再度送信するという流れで通信をします。 続いて、コリジョンドメインについて説明します。コリジョンドメインとは、コリジョンが発生する範囲のことを言います。例えば、2台のパソコンと1台のサーバーがハブで接続されている環境で説明します。ハブはフレームを一旦取り込まず、転送するだけの装置のことを指します。この時、パソコンがサーバーへ同時にフレームを送信すると、コリジョンが発生します。 ですが、このハブをランスイッチに変えるとコリジョンは発生しません。ランスイッチはバッファーにフレームを一旦取り込むことができ、ランスイッチの中では衝突は起きません。このため、ランスイッチによって範囲が分かれ、その範囲の中でだけコリジョンが発生します。ランスイッチからフレームを転送する際に、サーバーからもフレームが同時に送信されると、コリジョンドメイン内なので、 半二重通信の場合は、ケーブル上でコリジョンが発生します。このように、ランスイッチやルーターはコリジョンが発生する範囲、コリジョンドメインを分断しますが、ハブでは分断しません。ハブは複数のポートを持っていて、パソコンをネットワークに接続され,てされるために使われていましたが、コリジョンドメインを考えて設置しないと、ネットワークがコリジョンだらけになって通信できない可能性も ありました現在ではハブはほとんどランスイッチに置き換わっていてコリジョンドメインを意識して構築する必要は少なくなりました次はブロードキャストドメインについて説明しますブロードキャストドメインとは ARP のような全機器を宛て先とする通信であるブロードキャストが届く範囲のことを言います 一般にはルーターを返さずに通信できる範囲を指しますルートは。ルーターはブロードキャストを転送しません。そのため、ルーターはブロードキャストドメインを分断します。ブロードキャストを受信するとすべてのポートへ転送するハブやランスイッチはブロードキャストドメインを分断しません。今回はポート関連技術。 イーサネット関連技術についてご説明しましまた今回説明しました内容の理解度を確認するための問題をご用意しました。今回は A から F の説明の中で正しいものをすべて選ぶ問題です。順番に見ていきましょう。A。1 0ベース T で使えるツイストペアケーブルのカテゴリーは 5E 以上である。B。 シングルルモモーーーードドフファァイイババででではマチより長距離で使用できる C、半二重通信では相手装置が通信中でもデータ送信できる。D、フラグメント化されたデータは途中のルーターで元の状態に組み立てる。E、フレームを転送するだけのハブに接続された機器で同時にフレームを送信するとコリジョンが発生する。 F. ルーターはブロードキャストを受信するとすべてのポートに転送するため、ブロードキャストドメインを分断しない。いかがでしょうかでは、回答です。今回の説明文で正しいものは、A. センベース T で使えるツイストペアケーブルのカテゴリーは 5E 以上である。 B、シングルモードファイバーはマルチモードファイバーより長距離で使用できる。E、フレームを転送するだけのハブに接続された機器で、同時にフレームを送信するとコリジョンが発生するの3つです。C、半二重通信は相手装置が送信中はデータの送信はできませんので、正しい説明ではありません。D、フ,レーフラグメントされたデータはサーバーで元のデータを組み立てられますので、 途中のレルーターでは元の状態に組み立てませんので、正しい説明ではありません。F、ルーターは、ルーターを越えてブロードキャストを転送しません。このため、ルーターはブロードキャストドメインを分断しますので、この説明は正しくありません。第5回の動画は以上になります。ご清聴ありがとうございました。